で、今週。今週。<laughs> いはい、それでは、お待たせいたしました。ただいまより、自由民主党総裁選挙高さなえ、高市早苗。 立候補立候補表明記者会見を始めますどうぞよろしくお願いいたしますえ皆様こんにちは、えー、報道関係の皆様大変ご多応のところお集まりをいただきありがとうございますまたライブ配信をご覧の皆様もありがとうございます、えー、私高市さないわ自由民主党総裁選挙に立候補をいたします、えー、私は 国の究極の使命は、国民の皆様の生命と財産を守り抜くこと、領土、領海、領空、資源を守り抜くこと、そして国家の主権と名誉を守り抜くことだと考えております。この究極の使命を果たすためにも、今、総合的な国力の強化が必要です。それは外交力であり 防衛力であり経済力であり技術力であり情報力でありそしてすべてに共通する人材力でございます。まあこの六つの力をそれぞれに伸ばしえまた互いに伸ばし合う相乗効果を私は狙っております。まあできるんだろうかと思いかもしれませんができます。日本には底力が ございます若い方々が伸びたい、伸びたいと考えて、今この瞬間にも、意欲に燃えているからでございます。しかし、若い才能にチャンスを与え、6つの力をしっかり伸ばしていくためには、条件がございます。何よりも経経済済成成長長が必要です私は経済成長を あくまままででももどこまでも追い求めます、まあ、経済成長というのはどうすれば実現するんでしょうか。経済を伸ばすのは私たち一人一人でございます。そして、人を前進させるものは希望でございます。夢を追いかけて、寝る間も惜しんで頑張っておられる方々に働きがいを与えること。 でそうやってできてくる革新的な技術やサービスまあこれが成長の起爆剤ですエンジンになります皆様私は日本をもう一度世界のてっぺんに押し上げたいそう考えておりますできるに決まってます夢を追いかけて努力をやめない方々がこんなにたくさんいらっしゃるんですから 初めて投票される18歳の若者も、今日生まれた赤ちゃんも、22世紀を生きる方々でございます。彼らに日本の未来を信じてほしい、そして希望を抱いてほしいえ、私の政策は、その一点を出発点とし、帰着点といたします。え本日は 皆様に、えー、配布をさせていただきました資料がございますので、前回は、えー、配布もなく、えー、ここでしゃべり散らかしましたけれども、えー、今回は資料配布をさせていただきましたので、まず政策の骨格のみ、先に申し上げます。第一に大胆な危機管理投投資資とと成長投資で、えー、これはししっかりとした 安心・安全の確保、えー、そして強い経済を実現いたします、さまざまなリスクを最小化し、先端技術を開花させるための戦略的な財政出動というのは、私たちの安全や安心を確保するということとともに、えー、雇用と所得を増大し、えー、そして消費マインドを改善し、まあ、税率を上げずとも税収を増やす。 強い経済を支援する、まあそういった取り組みでございます。まあこの恩恵というのは、未来の納税者にも及びます。特に私が力を入れたい分野は5点です。えー、一つは食料安全保障の強化、えー、一つはエネルギー自然安全保障の確立、資源です。エネルギー資源安全保障の確立そして 現在と未来の命を守る令和の国土強靭化えそしてサイバーセキュリティ対策の強化さらに健康医療安全保障の構築でございますこれは後ほどご説明を申し上げますで第二に私は全世代の安心感を日本の活力にしたいと考えております シニア世代の方々が幸せで輝いて見えるということは若い世代の将来の安心感に直結をいたしますまあ、これは消費マインドの改善にもつながってまいりますで経済的な事情によって進学を諦めないまた結婚出産や子育ての夢を諦めない介護離職などでキャリアを諦めないまた高年期や 高齢期特有の不調、また障害や難病によって、社会活動を諦めないで済む社会をつくってまいります。在職、老年、年金制度の見直しなど、この働く意欲を阻害しない、また努力をした人が報われる、まあ、そういった制度を整備してまいります。第3に、防衛力と外交力の強化で、日本を守り抜きます。 宇宙サイバー電磁波量機え、そして無人機え、極超音速兵器、そしてまあ最近では自律型 AI 兵器、まあ、こういった新たな戦争の対応にも対応できる国防体制を構築いたします。安倍晋三元総理が提唱し、そして構築をしてこられた自由で開かれたインド太平洋に、 アメリカを強く関与させ続けることが日本の責任でございます受け身ではなく主体的な外交で同盟国と同志国の絆をさらに強くしてまいります。あとで申し上げますけれども、北朝鮮による拉致問題、そして国連安保理改革に向けて行動をしてまいります。第4人は 令和の象徴再編に挑戦いたします。まあ、かなりこの厳しい環境変化の中でまあ、様々複雑な問題が生じております。まあ、そのような中で、広い視野でスピード感を持って、えー、この問題を解決していくためには、どうしても令和の象徴再編が必要です。まあ、これは議論を尽くした上でまあ、しっかりと。 政治がリーダーシップを発揮しなければならないまあ、かなり大きな案件でございますまあ、どういう省庁再編かまあ、例えばインテリジェンスに関わっている関係省庁がございますまあ、これらの司令塔としての内閣情報局とそして最高意思決定機関として閣僚などから構成される内閣情報会議を設置いたしますえー、そして この懸念国からの投資をしっかりと審査するために、え対日外国投資委員会を設置いたします。でまた、能動的サイバー防御やで、全分野のセキュリティ対策に対して、まあ、一元的な権限と責任を担う機関を設置いたします。え復興庁設置法を改正いたします東北地方に加えて 全国各地の復興にも携われる機関へと強化をしてまいりますまた情報通信省や、えー、環境エネルギー省、まあ、こういったものに再編を進めてまいります、えー、第五には今を生きる日本人と、えー、次世代への責任を果たします、まあ、これは具体的には日本国憲法の改正と 高等をお守り申し上げるためのえー、皇室典範の改正でございます。で、第6に信頼される自民党強い自民党を作ってまいります。お金の入りと流れから属人性というものを徹底的に配します。会計財務の専門家の方々のお力も賜りながら。 首都の公公平性と公正性と正をを担保できる仕組みを作ってままいります、まあ、自民党というのは専門人材の宝庫です。適材適所の、えー、この人事システムを早期に整備してまいります。何かこう世代間対立ではなく、全世代総力結集のこの強みを生かして、全、まあ、世代の方々の安心感を作れる。 政策の構築を行ってままいります、まあ、最後に、日本列島を強く豊かに、まあ、これが今回の私の総裁選挙のスローガンでございます。日本全国47都道府県、どこに住んでいても、安全に生活することができて、そして必要な医療や福祉を受けることができて、質の高い教育を受けることができて、働く場所がある。 まあそれが私が目指す日本の姿でございます。まあ、地方にはさまざまな産業があります。さまざまな特,品特産品などもあります。大きな伸びしろがございます。日本列島の隅々まで活発な経済活動が行き渡る、まあ、そんな国をつくっていく覚悟でございます。まあ、以上が本日の会見のまあ骨子でございます。 まあそれでは、各項目について、具体的にご説明を申し上げます。まあ、まずは大胆な危機管理投資と成長投資で、安全・安心の確保と強い経済を実現いたします。で危機管理投資というのは、さまざまなリスクの最小化に資する研究開発の強化、人材育成、また安全・安心を担保できる製品やサービスの 開発や社会実装など、まあ、こういったことについて必要な財政出動や税制措置を行うものでございます。で成長投資というのは、まあ、日本に強みのある技術分野におきまして、まあ、早期の社会実装、また国内外市場への展開などについて、戦略的な支援を行うことでございます。 まあ危機管理投資によりまして、世界に先駆けて開発したまあ製品やサービスというのは、これは迅速に国内に展開するとともに、同じような課題に直面している各国に対して、輸出をしていくことによって、また成長投資にもなっていくと考えております。この大胆な危機管理投投資資と成長投資 えー、3年前の総裁選挙でも申し上げてきたことではございますけれども、まあ、これにかかる戦略的な財政出動というのは、イノベーションを促進します、雇用や所得を増やします、そして消費マインドを改善します、まあ、だからこそ、結果的には税率を上げずに税収を増やせる、強い経済を作れる取り組みだと考えております。そしてこの危機管理投投資資と成長投資による 安全、安心の確保と、それから強い経済の実現というのは、未来の納税者にもその恩恵が帯びますので、次世代への贈り物にもなります。えー、この危機管理投資と成長投資で、で特に私が力を入れたいと、先ほど申し上げた5点について、順次説明をいたします。まあ、第一に、食料安全保障の強化でございます。 日本の食料自給率はカロリーベースで38%でございます。G7 に行ってみましてもね、えー、アメリカ、カナダ、フランス、100%を超えておりますで。最近は高温ですとか、またあの豪雨災害の被害によって、農家の方々の大変なご努力にもかかわらず、農作物の収量が低下してしまってます。 また、漁業におきましても、日本近海で取れるお魚の種類、えー、そしてまた漁獲量に変化が起きてきています。えー、さらに、まあ、中国の穀物の、えー、輸入量というのが非常に増えてますので、買い負けの恐れがあるということ、それから、まあ、日本にとっては海外依存度が高い、まあ、肥料ですとか、それから種子、種苗 まあこういったものの確保、これは経済安全保障上の見地からも対策が必要でございます。まあ、日本は貿易の99.5%を海上輸送に頼っております。まあ、仮にシーレーンが使えないというような事態に陥ったら、これはもう危機的な状況になります。まあ、世界の食料需要が増えていること、それからサプライチェーンリスク、こういうことを考えますと、 食料自給率100%をか、まあ、限りなく目指していく、まあ、そのための取り組みを進めてまいります。まあ、例えば、すべての電畑をフル活用できるための環境整備をしっかり行うこと、それから日本には多くのこの付加価値高付加価値食材というものがございます。まあ、農林水産業と食品産業というのは必ず成長産業になると、私は考えております。 もちろん有事の時には、えー、国内需要、まあ、国内消費を最優先するべきでございますけれども、やはりこの農林水産業の基盤強化、また人材力の強化ということを考えますと、まあ、現在の円安も活用しながら、まあ、海外にどんどんニーズのあるところに輸出をしていく、まあ、それによって体力をつけておくということも非常に大事な取り組みだと考えております。 そして日本企業によって、えー、モジュール型の完全閉鎖型植物工場が開発されました、これはまさに世界初の快挙でございます。まあ、これは天候にも左右されません、また自然災害にも強いものでございます。まあ、地方ででよく見られる空き校舎ですとかまた空き工場 そしてまた、空き店舗などでも、えー、農作物を栽培することができます、えー、宇宙でも、えー、栽培できます、モジュール型でございますから。 でまああのこれはですねまあ、被災地で農作物を生産することにも活用できますし、それからこのあの種子の緊急増殖まあ、こういったことにも活用でき、まあ、従来型の植物工場の約5倍の生産性を誇ると言われているものでございます。また陸上養殖についても随分技術が進んでまいりました。え日本の学術機関によりまして。 まあ過去60年、どんなに研究してもできなかったイカの養殖に成功したということでございます。まあ、かなりこの水産物の種類、陸上養殖で対応できる水産物の種類も増えておりますし、まあ、私自身が担当しております SIP ・まあ、戦略的イノベーション創造プログラムの中でも、例えばそうですね、あのブリ。 の大量養殖、まあ、これも省エネ型のブリの養殖ですとか、それから大豆に関しても、高収量、高品質の大豆を育てる、まあ、こういった研究も進んできております。まあ、いずれにしましても、あの従来型の農業、これはまあ米や麦を育てる、これ、とても大事なことでございますから、しっかりとまあ各、 えー、農地を活用できる。まあ、その環境を整えるということとともに、まあ、世界最先端の植物工場陸上養殖まあ、この尖った技術に大きな可能性があると考えております。まあ、ただ、初期投資が高額でございますので、ここに対する国の支援を。 強化して参りたいと思っております。まあ、ちなみに、食料自給率が10%を切っているシンガポールでは、国策として植物工場に投資をしております。で、第2にエネルギー資源安全保障についてでございます。まあ、これは3年前の総裁選挙でも、この場でお訴えをして。 ままたた討論会ででも申し上げていいことでございます、まあ、当時はあの AI が増えていく、まあ、AI を搭載した製品はすでにありました、それからデータセンターが増えていく、まあ、それによって電力消費量が増えると、まあ、いうことを申し上げてまいりましたが、3年前と変わったのは、さらに電力消費量が大きい生成 AI が登場したということでございます。まあ、現在日本のエネルギー自給率はで ございますでところがです、ね、このエネルギー自給率が100%を超えているアメリカ、カナダもです、ね、G7 に行ってみますと、大変な危機感を持ってました、やはり G7 のどの国でも、まあ、生成 AI やデータセンターの増加によってです、ね、電力消費量が増えていく、だからもっともっと、まあ、エネルギー供給というものを安定化していかなきゃいけない。これは共通の 認識でございましたで私は未来への贈り物として、エネルギー自給率100%を目指してまいります。これはできると考えております。特別高圧、高圧の電力を安定的に安価に供給できる、えー、こういう対策を打っていくと、まあ、いうことによって、日本の産業を守ってまいります。まあ、2020年代後半に向けては SMR ・ SM 小型モジュールや高温ガス炉など、まあ革,新えー、革新炉、まあ、この次世代の革新炉について、まあ、しっかりと投資をさせていただく、えー、そしてまた、2030年代に向けては、これは核融合、まあ、前回も申し上げましたけれども、ウランやプルトリウムを使わない、そして高レベルの放射性廃棄物が出ない、高効率発電でございます。 えー、ここに力を入れてまいります。す、ま、で、あ、に昨年4月、えー、日本初となる核融合戦略であるフュージョンエネルギー・イノベーション戦略を私のもとで取りまとめました。この戦略をさらに改定をして、まあ、しっかりと進めてまいります。そして、まあ、もう一つは、あの省エネ技術の研究ですね、これ、ものすごく大事だと考えております。 あのもう最新,もう最新の,この冷媒適用技術ですとか、それから光電融合技術、まあ、こういったものを活用すれば、まあ、例えばデータセンターでも電力消費量がうんと少なくなっていく、さまざ、あ、まな研究がこれは民間企業でも行われておりますし、まあ、政府としても後押しすべきはしていかなければならないと思っております。またあのこの知性学リスクですとか 国際情勢に左右されない、えー、この資源の開発、要は国産資源の開発、ここにも力を入れてまいりたいと思っております。私の現在の担当では、えー、先ほど申し上げました SIP で、えー、南鳥島海域のレアースデー、まあ、このレアースデーを要でして精錬する、この一連の、まあ、プロセスについて、しっかりと技術を、えー、確立して、 そしてまあ南鳥島で国産のまあレアアース、これがきちっと生産される、基地として機能する、そういったところまでを思い描きながら取り組みを進めてまいりました。それからレアメタルについても、これも日本の排他的経済水域の中にまあたくさんの可能性がございます。こ、まあ、このレアメタルにつきましてもやはりこれあの最高 を取ることですねこの最高から精錬まで、まあ一連の技術が必要でございますので、まあ、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。で、第3、今の命と未来の命を共に回る守る、令和の国土強じ化でございます。 首都直下地震で855兆円、南海トラフ地震で1541兆円、まあ、これはあくまでも土木学会の試算ですけれども、想定されている被害額でございます。で皆様ご承知のとおり、えー、今年度の国家予算は112.6兆円、まあ、つまり113兆円弱でございますから。 え先ほど申し上げたような被害が発生したときに、まあ、かなり深刻な事態が想定されます。まあ、事前防災と事後防災の重要性、これは論を待ちませんし、何よりも大切なのはかけがえのない、えー、私たちの命を守っていくことでございます。で、また、その地震だけではなくて、台風や線状降水帯など、この自然災害による被害もまあ、相当今激甚化していると。 考えております、まあ、ちょうど現在の防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化計画でございますが、これは来年度までのものでございます。ですから、あのまた5年間こう経って、えー、まあ相当気候の状況も変わっておりますので、防災科学の知見もしっかりと活用して、この気候リスク管理というものも含めた、 えー、後継計画を早期に、えー、策定をしてまいりますで、また自然災害にあっちゃったと来ちゃったという時にその回復力を高めていくということも重要な視点でございます社会全体の迅速な復旧方針まあ、これも立案をいたしますだから方針が明確であればこの社会インフラが 優先度の高い順に復旧してまいりますので、二次災害というものを回避できる可能性というのは高くなっていくと考えております。で第4のサイバーセキュリティ対策でございます、一、まあ、つの IP アドレスあたり14秒に1回の攻撃を受けている、まあ、そういう観測が出る時代になってしまいました。 えー、医療機関がサイバー攻撃を受けて電子カルテを失ってしまったり、それから患者情報ですとか、あとクレジットカード情報が、えー、非常に機微な個人情報が大量に流出してしまったり、それから交通機関がサイバー攻撃を受けた、電力会社がサイバー攻撃を受けた、それから衛星通信システム。 これ、ウクライナで発生しましたけれども、攻撃を受けた、まあ、こういった事例が、えー、世界各地で、また国内でも発生をしていますで。サイバー空間を守れない国というのは、今や他の何者も守ることができません。えー、言っておきたいのですが、このサイバーの世界にです、ね、専守防衛というものは通用いたしません。 攻撃者を特定してで能動的サイバー防御ができない、えー、国というのは攻撃のターゲットになり、えー、この世界に被害を、えー、及ぼすまあ、損害を拡大させてしまう可能性がございます国民の皆様の命また金融資産大切な個人情報重要な社会インフラまあ、これをしっかりと守り抜くためにサイバー防御力の強化に努めてまいります で、また一生懸命日本が努力して高度なサイバーセキュリティとそれからまあセキュリティソフトのバージョンアップや現地での人材育成も含めたアフターケア。まあ、これを誇るようなものをですね。まあ、しっかりと海外展開していったら、まあ、それは成長投資にもなると考えております。まあ、能動的サイバー防御を可能にするための法制度整備。これを急ぎます。そして復旧方針も合わせて策定したいと。 考えておりますでこの高度なサイバー攻撃に対応する AI 技術、まあ、これも必要ですし、また、あの衛星量子暗号通信、まあ、これも、えー、今、えー、研究開発も進んでおります、非常に重要な、えー、分野でございます、それから偽情報の検知、分析、評価、まあ、こういった研究開発も進めてまいります。それで何よりも大事な サイバー関係の人材育成ここも急いでまいりまりすそれから私がどうしてもやりたいなと思っているのは、全都道府県で重要インフラ事業者と、あとすべての自治体が参加する形のこのリスク点検演習でございます。 これを全都道府県で実施したいと思っております。まあ、こういう条件でサイバー攻撃を受けた、その時に誰がどのように動く、で実はこういうことがまだできてなかった、まあ、こういった情報はあらかじめ共有しておく、まあ、こういう取り組みをしたいと考えております。で第6に、健康医療安全保障、えー、これも必要でございます。まあ、お薬やワクチン、まあ、この原材料ですとかね、開発ですとか生産。 これは海外情勢に左右されてはなりません。まさに安全保障に関わることでございます経済安全保障担当大臣としましては、あの中国にほぼ100%原材料を依存していたえー、抗菌性物質製剤について、これを特定重要物資に指定をしまあ、国内で生産をしていく。まあその取り組みに道筋をつけました。まあ、しかし、あの次のパンデミックです。とかあるいは？ ほ他の原材料の貿易途絶などにも備えていかなければなりませんので、原材料、生産ノウハウ、人材、これを国内で完結できる体制の構築、まあ、これを進めてまいります。 まあ特にあの科学技術政策の担当大臣も今、兼ねておりますので、まあ、そこで取り組んでまいりました、まあ、先進的ながん医療ですとかスマートバイオ創薬に係る事業ですとか、まあ、医療機器 を開発するための、えー、事業でございますとか、また再生細胞医療、えー、遺伝子治療分野、でまた認知症分野、まあ、こういった研究開発、まあ、しっかりと進めて、この成果を少しでも早く患者の皆様にお届けできるように、努力を続けてまいりたいと思っております。それから、まあ、もう一つ、物騒な話ですが、C バンテロと言われるものへの対策。 の検討も急いでおかなければならないと思いますこれはもうリスクの最小化でございますまあいわゆる、えー、化学兵器生物兵器核兵器放射線兵器、えー、それから爆発物などを用いたテロでございますで、まあこういったことが起きたときにそのテロに悪用されたこの微生物は何なのかまた化学物質は何なのか これを迅速に特定してで、命をつなぎ止めるための拮抗薬、まあ、これができるだけ早い、早いタイミングで提供される。でまたた爆発物を使ったテロなどでは あのやはり出血で亡くなる方が非常に多いですから、この止血のバンド、ターニケット、まあ、これができるだけ早く提供される体制、まあ、こういったものを作るというのは、とっても困難な作業なんですが、まあ、私は専門家組織を創設をして、 まあ、しっかりとできること、一つずつ一つずつ、えー、整えていきたいと思っております。まあ、その他全身の健康を考えますと、えー、国民皆歯科健診、まあ、これもですねできるだけ早くもう全国に展開をしていきたいですし、今、神奈川県などで進めておられます、未病の取り組みもあります。それかから、えー、こののの予防医療の取りり組みもございますので、まあ、しっかりと 国民の皆様の健康を守る、まあ、こういった取り組みに力を尽くしてまいりたいと思っております。まあ、ここまであの申し上げた政策っていうのは、まあ、どれも私自身があの自ら検査を積んだり、また閣僚として それは総務大臣であったり、現在の閣僚の仕事の中で取り組んできたものばかりでございます、そしてそのどの分野でも、私は日本の技術が花開くと思っております、そして技術が花開くところには成長があります。で政府の役割っていうのは、この有望な技術に十分な資金と人材がちゃんと集まる、まあ、そういった環境を作っていくことだと。 考えておりますあの危機管理ということについては、これはあの国の責任が非常に大きいと考えておりますが、まあ、成長投資の分野というのは、基本的にまあ民間の主体が判断をされることでございますので、まあ、そこに人やお金が集まってくる、まあ、そういう環境を整える、人材力を強くするための環境を整える、まあ、こういったところに力を入れたいと思っております。それから前世代の 安心感、えー、ということでございますがこの全世代の安心感というのは絶対にこの日本の活力につながると思います先ほど申し上げましたようにやはりシニア世代の方々が 本当に生活に困っておられるとか、あの年を重ねたあんなに大変なんだと思ったら、やっぱり若い方々もお金を使わなくなります、今、自分に投資をしたい、まあ、自分を高めるために投資をしたいとか、子どもの教育にお金を使いたいとか、今あるこの製品やサービスを購入したい。 まあそういう心持ちにはならず、ですね、まあ、どちらかといえば、将来に備えてお金を貯めておこうと、まあ、こうなってしまうと、日本の経済というのはシュリンクしてしまいます。まあ、世代ごとに、先ほど申し上げたように、さまざまな課題があると思います。でも、でもそれぞれの課題にまあしっかりと対応していく、まあ、そういった社会をつくっていくこと。 ますでまた、支え合いの制度である社会保障制度でございますけれども、まあ、これは勤勉に働いて、税金や社会保険料をえ負担してこられた多くの国民の皆様のご努力によって成り立っています。ですから、本当に困ったときには、堂々とまあ社会保障を活用する、えー、十分に活用していただける環境を整えるということとともに、 不正利用は決しして許しませんやはりこの制度の公正性を担保して、努力した方が報われる社会をつくっていくということを考えております。また、人手不足が続く中でも、何かこの就労時間調整の一因となってしまっている、老齢在職年金制度でございますが、これは見直すべきだと思います。働く意欲を阻害しない 制度へと改革してまいりますますたあの、よく聞くお声でございますが、えー、国民年金の受給額と、それから生活保護の受給額が逆転してるじゃないかと、まあ、なんかバカバカしいという。 話も聞きますただ一方で、よくよく見ますと、ご高齢の方で生活保護を受けていらっしゃる方が多いのも事実でございますので、この低年金問題と社会保護、生活保護制度、これを一体として、何かこう考えていく、見直していく、こういった制度の整理というものについても、今、一生懸命考えているところでございます。それから今は家事や あのまあ、家事をするにあたってもです、ね、あの育児とか介護とか看病をしながら働いていらっしゃる方が非常に多い、まあ、そんな中で家事支援サービスですとか、まあ、ベビーシッターサービス、まあ、こういったものへのニーズは存在すると思います、でただ、やはりなかなか使いにくい、安心できるのかな、まあ、こういうふうに思われる方もいらっしゃいますので。 えー、この火星子の国家資格制度化、まあ、これを前提に、その利用料金の一部を税額控除する、えー、こういった取り組みに、えー取りえー、この挑戦をしてみたいと考えております。であと、私は、えー、生涯にわたってホルモンバランスの影響を受ける、まあ、女性の健康問題。 これをなんとかしたいということで、この施策の検討にですね、かなり前なんですが、平成25年に着手をいたしました、まあ、当時、自民党の政調会長でございましたので、政調会の中に検討する専門組織を作りました、まあ、そこからずいぶん時間はかかりましたけれども、たくさんの同僚議員が汗をかいてくださり、努力をしてくださったおかげで、 まあ今年度、新規事業として始まった女性の健康ナショナルセンター構築、ナショナルセンター機能の構築、この事業、いよいよ本格的に動き出すことになります。やははりここのの女性特有の疾患ですとかかか不調あのこれはなかなか 分かっていただきにくい、まあ、職場でも、周りに理解していただきにくい問題でもありますので、まあ、予防すること、あと病態を解明すること、治療をすること、そして社会啓発を進めること、やっていかなきゃいけないと思います、まあ、最近はあの男性の更年期障害の事例もずいぶん皆様に知られるようになりましたから、併せて取り組んでまいりたいと思います。それから あの学校教育ですとか、社会教育の場で,です、ね、まあ、特にこの地域で行われる社会教育の場で、私は社会制度教育をもっともっと徹底したいと思っております、まあ、一部学習指導要領の変更で、まあ、学校でも、えー、いろんなこの支援策を教えていただける科目もできたんですけれども、まあ、全部の生徒あの必修という科目でもない場合もございますので、 なんかこう生活をしていてですね食べるものにも困って、えー、亡くなってしまったとかそれからこの育児や介護の負担に耐えきれなくなってしまったとかそれから進学を諦めてしまったとかまあそういった方々が出ませんように生活それから育児 介護、そして進学,進学、それからあの障害をお持ちの方々への支援策も含めてです、ね、今ある社会制度をまず徹底的に皆様に周知をしてまいりたい、知っていただきたい、必要な時には遠慮なく使っていただきたい、まあ、そういう思いから社会制度教育というものを訴えさせていただいております。そして、まあ、私高市さないは防衛力力力とと外交力と情報力の強化で 日本を守ってまいります内閣総理大臣は自衛隊の最高指揮官でございます迅速かつ的確な判断でその重責を担ってまいりますことに望んでは危険を顧みず身をもって責務の完遂に努めもって国民の負託に応えることを誓います自衛隊の服務の 先生,先生でございますで、この同じ先生というのは私が内閣総理大臣になりましたら日々繰り返すものになると思いますこの国防に任じておられる自衛官という皆様のですねやはりこの名誉と誇りを守りそして あのしっかりと実力組織として揺るぎない位置づけをするために私は日本国憲法を改正いたしますそして今の日本の状況日本は世界有数の核の最前線に国土を構えていますこの現実から目をそらすわけにはまいりませんまあ、最近は中国、ロシア、北朝鮮の接近も報道されております中で 欧米各国よりははるかに厳しい安全保障環境に日本は身を置いております。この現状はしっかりと認識した上で、対処、能力を整えてまいりたいと思います。まあ、先ほど例示をいたしました、いわゆるウサデンといわれるまあ領域であり、そしてまたまあ最近、他国によってまあ大変な技術開発が行われているドローン、攻撃型のドローンであり、 また極超音速兵器であり、また自律型 AI 兵器、まあ、こういったものにも対応できる体制を整えていかなければなりません。そして対空防衛能力、これはもう抜本的に強化をしてまいらなければなりません。そして自衛隊の施設ですね、あのこれをやはり強くしていかなければなりません。まあ、電磁波対策もしなきゃいけないで。重要な施設について地下化も進めなきゃいけない。 まあ、こういった取り組みとともに、国民の皆様をお守りするためのシェルターの整備。まあ、これも重要なテーマだと考えております。そして、私は日本初の宇宙安全保障構想、そして宇宙技術戦略を取り取りまとめいたしました。まあ、その中で情報収集衛星であったり、通信衛星であったり、即位衛星であったり。まあ、こういった衛星を。 拡大していくこと、これはしっかりと日本の情報力を強化することにもなります。それから、絶え間なくこの安全を守ることにもなります。まあ、災害にも対応できますのでね、あの非常に重要です。そしてまた、産業を支援するインフラにもなります。ですから、しっかりとこの宇宙技術戦略や宇宙安全保障構想に沿ってですね、取り組みを進めてまいります。で外交では 安倍晋三総理が提唱されて、枠組みを作ってこられた自由で開かれたインド太平洋、まあ、ここから、えー、アメリカを逃がしてはいけない、えー、強く関与、えー、させ続けることが日本の責任だと申し上げました、これはやはり主体的な外交でしっかり同盟国、同志国と連携を進めてまいります。で北朝鮮にによよる拉致問題でございまますが先ほど申しし上げましたように 中国、ロシア、北朝鮮が接近しているという現状の中で、相当これまでよりも解決が困難になっているという現状は認識しなければなりません、それは否めません、しかし、首脳会談の実現、それから同盟国、同志国との協力、こういったあらゆる手段を尽くして、な何とか一日も早く、すべての拉致被害者の方々の帰国、 まあ、これを追い求めてまいります。まあ、そのために働かせていただきます。まあ、この中に nhk もおられるでしょうから、申し上げにくいのですが、あの nhk の国際放送というところには税金が入っています。 まあ、NHK 全部が受信料で賄われているわけではありません。国際放送については、えー、私たちの税金が入っています。ですから、まあ、他の番組編集などについて、まあ、政府が何かお願いをすることはないのですが、毎年 NHK 予算を国会に、えー、提出する際に、総務大臣意見というものを付します。まあ、これは私が仕掛け4年年間総務大臣をしてきた中で、まあ、毎年の えー、総務大臣意見の中に、この国際放送に関して、拉致問題に関する報道をしていただきたい旨を、えー、書いてまいりましたで、ここもしっかりとやっぱり、えー、取り組んでいただいて、幅広くこの国際世論を作っていただくことに貢献していただきたいと、心から願っております。で、今年の4月に、国連、えー、安保理・まあ、北朝鮮制裁委員会専門パネル、 でございますけれどもロシアの拒否権発動によって、活動停止に追い込まれました。まあ、これは対北朝鮮へのまあこの制裁の履行状況をこうずっと監視する、えー、そういうパネル、大切なパネルでございましたが、まあ、ロシアが拒否権を発動したばっかりに、まあ、その活動ができなくなったんですね。まあ、そうすると、国連の安全保障理事会は、国際社会の安全を保障する、 理事会でははももうやはりこの国連安保理改革に向けて、日本が主体的に動かなきゃいけない、同盟国にも同志国にも、さらには友好国に呼びかけを続けて、しっかりと国連においても安全保障、国際平和、こういったものが担保される。 まあ形を作るためにも安倍晋三総理の時もそうでございましたけれども、私も政府専用機には、もう一度世界中を飛び回ってもらいます、まあ、しっかりと外交を進めてまいります、まあ、ご安心ください、えー、世界には日本の友人がたくさんいます。 まこれまでの友情をもっと強くし、そしてまた新たな友情も築いてまいりたいと考えております。えー、そして私高市早苗は令和の象徴再編に挑戦をいたします。まあ、これはあの最初に私が問題意識を持ちましたのは、やはりこの技術革新に伴って。 この書簡が複数省庁にまたがっているような製品やサービスが増えてまいりました、これ、どこに問い合わせたらいいのというお問い合わせもたくさんいただくようになりました、であの各省でこう聞いてみますと、類似のよく似た支援策がえありましてです、ねで、その成果情報がその他の役所には共有されてないということも何度か経験をいたしました。 やはり国際競争は激しくなってきている、で厳しい環境変化が起こっている、まあ、そんな中であの複雑な課題というものを広い視野でスピード感を持って解決するということになると、令和の象徴再編が必要だという結論に至りました。で まあ先ほど申し上げました内閣直轄の内閣情報局、そして最高意思決定機関となる閣僚などからなる内閣情報会議の設置でございますけれども、これはあの関係省庁の情報収集・分析部門。 の司令塔といたします内閣情報調査室というのが今ありますが、まあ、ここは発展的解消となります。この内閣情報局は、現在ある国家安全保障局とまあ並存する、まあ、そういったイメージをしてください。それから懸念国企業による日本の重要分野。 ま、重要事業への投資が目立ってきております。まあ、そんな中で、現状では財務省とまあそれぞれの製品やサービスを所管する省がですね。一緒になってこの投資審査を行っております。まあ、しかし、まあ、中にはこの経済安全保障の観点から、あの適切な審査なんだろうか。どうなんだろうかと。まあ、私なども。 悩むものもございますので、まあ、しっかりとその司令塔としてです、ね、投資審査の司令塔となる、まあ、対日外国投資委員会、まあ、の日本版 c フィ u スになるかと思いますが、まあ、これを設置したいと。 考えておりますそれからあの、全分野のサイバーセキュリティの司令塔となり、また、能動的サイバー防御に一元的な責任、権限を担う機関、これも設置が必要になります、それからあの復興庁設置法の改正でございますけれどもあの、東日本大震災の被災地の復興を長く担ってこられた復興庁にはです、ね、この復興のノウハウがたくさん蓄積されております。 ですからもちろんその東北地方の復興、これは続けてまいります、まだ時間がかかりますが、東北地方の復興に加えて、まあ、他の地域で、日本全国他の地域で被災があった、認められたときに、各地の復興にも取り組めるように、復興庁設置法の改正をして、まあ、さらにその力を強くする。 まあ、しっかりと組織を強化するということでございます。また、あの情報通信省でございますが、まあ、情報通信技術の開発ですとか。あと、まあ、情報通信分野のこう振興に携わっている役所。 たくさんございます例えば総務省でもやっておりましたし、経済産業省でもやっておりましたし、文部科学省でもやっておりましたし、あのまた今、あのデジ庁でもやっております、まあ、いろんなところでやっておりますけれども、この情報通信分野について、一、まあ、つこうしっかりとくくっていく、そしてまた別途、さっき申し上げたサイバーセキュリティを担当する司、まあ、令塔がある、まあ、こういった姿を考えております。まあ ますがま先ほどお話ししたこのエネルギー安全保障と環境問題というのはこれはもう密接に関係をするものでございますので一体的に取り組む環境エネルギー省を設置したいと思っておりますまあ、そして最も大切な時期に自民党総裁を目指すものとしてぜひとも申し上げなければならないことがございます世界に2つとない 長い長い歴史を持ちまあ、一つの血統の下で126代も続いたまあ、私たちの皇室はどこにも類例のない日本にしかない私たちの宝物でございます天皇陛下の権威と正当性の源でもあり私たちの日本人のまあ誇りでもございます、えー、それを支え続けている皇統を お守り申し上げるたために公室転の改正をいたします、まあ、さまざまなことを申し上げてまいりましたが、えー、自民党総裁に選出されましたら、最初にやらなければいけない仕事があります。えー、これまで申し上げてきたのは、内閣総理大臣となった暁に、えー、やりたいことでございますが、党総裁としてやらなければならないことを申し上げます。 レッツビーリボーンと、す、え、べ、ー、ての国会議員に呼びかけて、もう国民の皆様から信頼をしていただける、生まれ変わった自民党をつくってまいります。でまあ、お金の問題が起きました。で、自民党本部のです、ね、この運営の原資になるお金というのは、党員の皆様による党費やご寄付、 支援団体によるごご寄付もございますで私たち国会議員からの寄付もございます。でまあ、何より大事なのは、納税者の皆様にご負担をいただいている、政党交付金や立法事務費でございます。まあ、国会議員1人当たり4000万円とされております、政党交付金は、これは政党に交付をされますで。国会議員1人当たりえ月に65万円と言われております、立法事務費。 につきましては、これは会派、自民党会派に交付をされます。まあ、私たち国会議員一人一人が、えー、交付を受けているものではございません。で、また、えー、どうしても見たいというなら、後でお見せしますが、私もあの議員歳費の支払いを、えー、今、持っておりますあの。割とこの自民党の場合ですね、議員歳費からの差し引き額も多いものですから、 あの人によって違うと思うんですが、月の手取りはおおむね30万円台の国会議員が多いと思いますで。もともとは国会議員がクリーンなお金で、そして必要な政治活動を行えるようにということで、国民の皆様のご負担によって、政党交付金制度というものができました。と、まあ、ところがが、ね、特定のの幹部がその資金の人を決めると いう古くからの慣習があって、多くの国会議員は通常の政治活動が行えるような金額を受け取ってはおりません、まあ、資産のない国会議員は、まあ、私も含めてかもしれませんけれども、まあ、地元事務所で必要な人件費や、それからガソリン代や事務所の家賃や、さまざまな事務機器のリース代を捻出するのに苦労をしています。であの私は このお金の流れ、えー、まあ入りもそうですが、流れからですね、俗人性を徹底的に廃したいと考えております。まあ、先ほど申し上げましたとおり、会計や財務の専門家のご協力も得て、党本部で本当に必要なお金、まあ、これ、入りもデモですけれども、しっかりと予算を組む、そして自民党所属のまあ議員や支部長が活動資金に、 急することなく、まあ、最低限必要な政治活動ができるような公平な配分をするそして、えー、使徒の公正性は徹底的にチェックできるこういう仕組みを作る必要があると思いますで、まあ、自民党は、まあ、専門人材の宝庫だという自負は持っております本当に目立たないところでコツコツと専門性を磨いて 見事な政策構築をしておられる国会議員、非常にたくさんおられます。で、今まではこの派閥推薦人事とか、いろんな壁がありましたけれども、やはり本当にコツコツと研さを積み、そして成果を上げておられる、そういう方に光が当たるような、適材適所の人事システムを早期に作っていく、まあ、これも私の仕事だと思っております。で政府においてももう総理大臣給与 大臣給与いりません特別職の職員の給与に関する法律という法律がありますがここの別表別表を改正して総理大臣給与も大臣給与も廃止をいたしますとにかく国民の皆様から信頼をしていただける自民党そして頼っていただける自民党また我が国の伝統と歴史にまっすぐな思いを持ち誇りを持つ自民党 憲法改正の議論を引っ張る自民党そして、まあ、その結果、国でも地方でも選挙に勝ち続けることができる、まあ、つまり国民、有権者の皆様から信頼をしていただける、しっかりとした足腰を持った強い自民党を、私、高市早苗は作ってまいります。 経済成長を確かなものにするためにも、総合的な国力を強くするためにも、大胆かつ息の長い取り組みというのは必要でございます。ぶれない総理、責任を取る官邸、そして安定した政権、これが必要でございます。まあ、だからこそ、強い自民党をつくることが必要だと私は考えていまますす、まあ、よって自民党改革を断行いたしし結びに申し上げます。 私たちが生きている今、それは誰かが命がけで守ろうとした未来だった、えー、この言葉は映画をご覧になった方はご承知かもしれません、えー、終戦間際の時代に現代を生きる女子高生がタイムスリップする話です、そして出撃間近の特攻隊員と恋に落ちます。まあ、これは かなわぬ恋です葛藤は深まるばかりでございますでもやがて彼女は気づきます私たちが生きている今それは誰かが命がけで守ろうとした未来だった今皆様も私も誰かが命がけで守ろうとしてくださった未来を生きています 今の人時代をお預かりしている私たちには、日本列島を強く豊かにして、次の世代に引き渡す、その責任があると私は思っております。地方を元気にしていく、まあ、どこに住んでも安全に暮らせる、まあ、そういう日本列島にしていく、まあ、そのために高市早苗は全身全霊をかけて働いてまいります。日本列島を 強く豊かにこれをスローガンに私高市じゃない正々堂々と自民党総裁選挙を戦い抜いてまいりますので、えー、そして良い結果を出してこの日本国の国家経営を担いたいと考えておりますのでどうかよろしくお願いを申し上げますご清聴いただきありがとうございましたはい長時間ありがとうございましたそれでは、えー、質疑応答に入ります マイクを回します。所属とお名前を。おっしゃった後に、ご質問、コンパクトにお願いいたします。それでは、じゃあ、手前の方がどうぞ。すみません。共同通信の広山と申します。えっと、二つ、お伺いします。えと、一点目、憲法改正についてですね。冒頭、新しい憲法を制定するとありました。と、大臣ご自身の会見のイメージや。自民党がまとめた、あの、会見四項目に対するお考え。あと、その国会発議を。 いいいいつつままでにに目指すすといったスケジュール化についてお伺いしますで2点目が、ですね今回は前回総裁選で、大臣の支援された安倍元首相、あの冒頭を重ねて触れました、安倍元首相の不在の中での選挙となります、でこの現状を率直にどう思われるかと、で加えて、保守の立場から、ですね小林隆之議員も立候補していて、保守票分散との懸念もありますけども、指摘もありますけども、この岩盤支持層へのアプローチを含めて、どのように支持拡大を図るか、教えてください。 <laughs> はい、あのまず、えー、憲法でございますが、憲法を改正するにはさまざまな段階がございます、まあ。自民党でも自民党の中で議論を尽くし、でまあ、結局、まあ、憲法を改正するには、えー、他党の、えー、高い派の皆様のご理解も必要ですから、えーまあ、こういった形で提案しようということで、えー、まとめてまいりました。でまた先週ににもです、ねえー、第9条のかきぶりなどについて えままたた議論を詰めたと聞いております、まあ、ですから、そんな中で、あの最後、えー、憲法改正、これが、この案がいいのか悪いのか、決めるのは国民の皆様でございますけれども、まあ、しっかりとした案を、ですねまずは国会が発議をしなければいけない、その環境をつくるために、まあ、たくさんの自民党の同僚議員が努力をしておられる。ですから4項目全部いっぺんにと いうことはなかなか難しいんでしょうけれども、まあ、一つ一つですね、まあ、しっかりと他党のご理解も得て、えー、少しでも早く国民投票していただける、まあ、その環境をつくるために、えー、頑張ってまいりたいと思っております。ですから、提出時期について、今、予断を持って申し上げることはできませんが、まあ、できるだけ早くということについては、えー、現在の政権、あの現在の岸田総裁、 のお考えとま私は同じでございますそれから安倍晋三元総理前回の総裁選挙でもご支援をいただけました私の足らざるところを補ってくださいました心から感謝を申し上げておりますでも今たくさんの仲間が私の足らざるところを補って 一緒に戦ってくれていますので、まあ、前回の安倍総理が私にしてくださったことをです、ね、しっかりと胸にとどめ、そして感謝を申し上げながら、応援するよと、女性初の総理大臣、いいじゃないか、まあ、その言葉を胸にとどめながら、全力投球をしていくのみでございます。あとまあ保守票の 分散ということでございますけれども、まあ、これは党員・党友の皆様、また国会議員の皆様が、それぞれの候補が訴えたどの政策に重きを置いてです、ね、判断をされるかということに尽きるんじゃないかなと思っております。まあ、特にどの層を意識して何を言うということはありません。 私は、えー、日本の国家経営を任されたらこういうことをまずやってみたいということを今日皆様にお伝えをいたしました。ありがとうございます。はい、それではあの一二三つ目のテーブルの真ん中の方、はい。えー、フリーランスの白坂と申します。はい、こんにちは、えー。はい、こんにちは。えー、高橋さんの、えー、最新刊 えっと、この国力研究をですね。非常に興味深く読ませていただいております。お買い上げありがとうございます、はい。その中にですね。大変興味深い記述があったんですね。あの全中、オーストラリア大使の山上、慎吾さんという方がですね語っているんですけども岸。岸田総理の米議会でのスピーチ。私はあんなに恥ずかしい。スピーチを日本国の総理がするのを聞かなければならない。羽目になるとは。 思っていませんでしたと、えー、なぜ恥ずかしいかアメリカにオベンチャラを言っているだけで終わっているからですとでアメリカに対して注文をつけることが重要ですと語っているんですねなるほどその通りだと思いますで今日本にはですね非常に重要な問題があります、えー、今日は触れ,触れられませんでしたけれども首都の制空圏ですね横田区域ですね これに関してはです、ねあの首都にあ、東京のみならず1都9県の制空権が在日米軍に握られている実態があります。えー、高市さんは、もし、えー、総理になられたら、このアメリカに対してです、ね、重要なこの問題、アメリカに対して注文,をつ注文をつける覚悟がおありでしょうか、見解をお聞かせください、えー、私はどの国に対しても必要な注文はつけます。 それは日本の国益を守るために必要な注文であれば、国民の皆様の利益と日本の国の利益を最大化するために、真に必要な注文であれば、まあ、しっかり堂々と訴えてまいりたいと思っております。まあ、安全保障上の観点からどうなのかという判断、非常にまあ難しい判断もございます。ただ、一方で日本は主権国家でございます。まあ、日本独自で しっかりと国を守れる防衛力を身につけていくということが今後大事なことでございますのでまあ、それをしっかりと成し遂げるまあ、そこに向かって歩んでいくということが大事ですまアメリカに対して言うべきことはしっかりと言わせていただきますまあ、それを何でも言い合えるのが同盟国だと私は考えておりますでは横田区域に関してもアメリカにも注文をつけるという認識でよろしいでしょうか まあ横田区域に限ってのまあご質問について、えー、今あの私がこの場でお答えすることはございません。それはなぜですか。あ、すいません。そろそろよろしいですか。すいません。はい。それではあの手前の女性の方、はい。ブルームバーグニュースの萩原です。経済と財政についてお伺いいたします。 日本経済、経済の成長を政策の柱に掲げていらっしゃいますが、日本経済の現状認識と、それを踏まえた金融政策、正常化の在り方について、お考えをお聞かせください、併せて財政規律について、PB 黒字化目標を堅持するかも含めて伺いますでしょうか、よろしくお願いします、はいあのまあ、日本の,あの財政状況でございますけれども、債、まあ、務単独で見て、 えー、行きますと、これグロスで見ていきますと。とまあ、非常に厳しい状況にあると理解をしております。また、資産を合わせて見たあのネットで見ていきますと、これはま g7 の中でも上から2番目ということで、まあ、良好な条項状況だと考えております。で、ただ、やはりですね。あの今、じゃあ物価が上がっている。じゃあ。 安倍内閣の時きに日銀とアコードを結んで、ですね、あの物価安定目標2%でやってきたで、物価が上がってるから、もう2%いってるんじゃないかとおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、まあ、エネルギーや食料を除いて、こうコアコアで見ますと、ですね、まだ弱いです、今1%台ですよね。だから、 あの本来、その外的要因、つまりエネルギーの高騰や、また食料自給率が低いばっかりに、ですねまあ食料の高騰、こういった外的な要因によって押し上げられている、これは安定的なえまあ物価目標を達成できているとは言えない、まだ弱い状況だと思っておりますま。だからこそまあ私は為替変動にも左右されないまあ日本の産業構造 まあこういったものを作りたく、えー、先ほど来、エネルギー自給率や食料自給率について、一生懸命語ってまいりましたで。財政規律でございますけれども、まあ、プライマリーバランスの黒字化、これあの、おそらく今の税収とかの状況を見てますと、あの特にあの今、設定されている目標というのは、あの自然に達成されるんだと思っております。ただ今後ですね あの例えば再来年度あたりからどのように考えていくのかということで言いますと、まあ、岸田総理も確か、この単年度会計の弊害を見直すとあのお訴えになって、総裁選挙を戦っておられたと、えー、理解をしておりますので、やっぱりこれからということを考えますとね、中期的にどうやって成長していくのか、しっかりと、えー、底堅い需要があって、まあ、むしろあの供給を超えるぐらいの 需要があって、まあ、労働市場も活性化して、まあ、お給料も上がって、購買力も上がって、ですねあの、まあ、高圧経済とよくあの呼ばれるものでございますけれども、まあ、そういった好循環が続いていく、まあ、それによって自然とまあ税収も増えていく、まあ、安定した成長がしっかりと見通せる、こういう状況を作るのは、すごく大事なことだと思っておりますはいありがとうございます。 ちょっと後ろの方でですね。あの一番後ろのこの列の女性の方どうぞ。はい、あなたです。立島の。はい。はい、ありがとうございます。えっとフリーランスの牧野と申します。こんにちは。こんにちは。今日はありがありがとうございます。えっと先ほどおっしゃっていた NHK の国際放送で、あの北朝鮮の拉致問題についてどう報道するかという話にもつながってくるかと思うんですけれども、えっと日本のえっと親の離婚後の共同親権の問題で。えー 子供の連れ去り、いわゆる実施誘拐が、えーと、ヨーロッパ各国とアメリカから北朝鮮の拉致問題と同じであると指摘されていますが、これについてはどのようにご対応していく、えー、お考えでしょうか、えー、これは他国で報道されている内容ということになりましょうか、他国のメディアで報道されている内容ですか、他国政府の発言ということでしょうか。 それによっってて対応は変わす、ね、あ EU とアメリカでもそういうふうにメディアで扱われていますし日本国内でもそういった扱いをしているメディアもあると思います。うんまあ、あの特に 今、の放送の内容ですとかね、まあ、こういったものについて、まあ、NHK の国際放送に関してこの大臣意見を付すと、まあ、いうことは認められておりますけれども、まあ、編集の自由というものもございます、まあ、ただ、それが誤った情報であるような場合、これは国内のメディアであれ、海外のメディアであれ、外国の政府であれ、これはやはり官邸の中に、こういった情報戦に対応する。 まあそういう部局、今もあると思うんですけれども、あの安倍内閣の時に確かあの長谷川広報官を中心に、そういうチームを作っておられたと思うんですけれども、まあ、しっかりと正しい情報を発信していくということではないでしょうか、まあ、それは日本国の名誉に関わることでございますので、まあ、正しい情報を力強く発信できる、まあ、そういう体制を整えていくということだと考えております。 はい、ありがとうございます。はい、それで1番奥の前から2番目の方。はい。朝日新聞の笹山です。いくつかお伺いします。あのまず政治と金の問題ですけれども、あの今回の副菜議員について、今後養殖企業や選挙での公認非公認といった処遇について、どういうふうに考えているかというのが1点と、えっと総理大臣になった後に、えー、靖国神社について参拝されますか？というのが2点と最後にあの。 靖国に参拝とか選択的夫婦別姓をめぐって、高市大臣の政治的理念と公明党の政治的理念、異なる点もあると思いますが、今後、公明党との連立や選挙協力の枠組みについて考えていることはまず自民党でもすでに処分というものは決まっています。あの 8段階の処分があったと思いますけれども、その中に非公認というものもございますよねで、その非公認よりもはるかに厳しい、非公認より厳しい処分が5名の方に下されております。で、まあ、私はその非公認も含めて、党内で議論を積み重ね、また調査をして、で決着した処分をですね、 総裁が変わったからといって、これをちゃ,ちゃぶ台返しするというようなことをしたら、それはもう独裁だと思いますので、そういうことはいたしません。で、また、あの私は内閣の方におりますので、まあ、残念ながら、1枚もの、どの議員がどういう処分になりましたという1枚ものの紙を受け取っただけでございます。そ、まあ、それぞれれれぞぞのの基準ですとか、まあそれぞれの あの議員の方が直面した事実関係というのは分かりませんが、まあ、しかし、ここ数日で話を聞く限り、まあ、それぞれの議員が、えー、この不記載が発生した後にどのように対応したか。これはバラバラでございます。まあ、例えば、えー、まだ派閥があの精算されてない要は政治資金上を生産されてない場合、まあ、そこにもう返還をしちゃいました。という方も。 おいでになりますしそれから不記載はあの修正をしましたとでまあ罪にも問われてませんしかしまあこのことは国民の皆様に大きな不信を抱かせたものであるからといって本当にあの細かく細かく選挙区を回って何度も何度も説明を重ね謝罪をされそしてまたあのインターネットなども活用しながら まあ自分の状況を説明してこられた方々もいらっしゃいますでもう地元でその話ばっかりしてるともうその話より次の日本の話をしてくれと、まあ、こう言われてるんだといった話も聞きましたですからあの本当に今回、えー、自民党があの国民の皆様からどないなっとるんやと、あのー、大変な不信を抱かれたということは紛れもない事実ですが一人一人の まあ議員の方々への対応につきましては、この党で決めた処分、これをひっくり返すようなまあ独裁的な行動は取りません、それからあの靖国参拝でございますが、靖国神社は私がとても大切に考えてきた場所でございます。ここれれはもうどどの国ででももそううだと思うんですけれども 公務士された方々に対して、尊数の念を持って感謝の誠を捧げる。まあ、これは普通のことなんだろうと思っております。まあ、私も海外に出ました。時には、あの先般の g7 でまあ、イタリアに参りました。時にもイタリアの戦没者追悼施設にお参りをしました。まあ、昨年はウィーンに参りました。iaea 総会です。 あの時もオー,ストラリオーストリアの戦没者追悼施設に参拝をいたしました、ワシントン DC、まあ、科学技術の担当大臣として、まあ、入りましたおりには、アーリントン墓地に参拝をいたしました、まあ、互いに敬意を表し合うと、まあ、亡くなった方はただただ国策に準じられ、やはり自分たちの祖国を守ろうとされた方でございますので、 まあ、そこに敬意を表し続けるということは、私が希望するところでございます。で、また、あの夫婦別児の話が、えー、ございました。で、夫婦別児制度をまあ、いきなりやるのかどうかという話でま様、あ、々候補者によって、えー、違うんだろうと思うんです。けれどもまあ、私には実績があると思っています。まあ、つまり。 あの内閣府の最新の世論調査は、これは令和3年12月の調査でございましたけれども、この夫婦同性を維持した上で、旧姓の通称使用について法制度を設けた方が良いと答えられた方が42.2%で最大でした。 今のままの制度である夫婦同姓制度を維持した方が良いと答えた方が27%、まあ、合計62.9%の方は、戸籍上の夫婦、親子の同氏、要はファミリーネームが戸籍上はあると、まあ、いうことについては、あのそれでいいんじゃないかと思っておられる方々です。で あの今年になって民間、これ JNN ですね、あの世論調査をえ今年の、えー、夏、7月にされておりますが、ここでも旧姓を通称として、どこでも使えるように法制化すべきが最も多く47、47%でございました、であの自民党はまあ過去に、この婚姻前の氏を結婚してからも使いやすいようにしようということを何度か公約に掲げてきました。だから私はまず今 婚姻によって氏が変わることによって、不自由を感じておられる方がいるんだったら、まあ、その不自由を解消したいなと思いまして、まあ、自分で法律案を書きました。まあ、これは婚姻前の氏の通称使用に関する法律案というもので、1回目は平成14年、2回目は令和2年に自民党政調会の法務部会に審査を求めて提出をいたしておりますが、 えー、まだ討議決定もされておらず、国会にも提出されていません。えーまあ、それで,で、その法律の内容というのはあの、国、地方公共団体、および公私の団体、また企業については、あの通称使用届を出された方についてです、ね、婚姻前の氏をちゃんと使えるような環境を整備しなければいけない、あのこの義務を課すものでございます。 でこういう法律案を提出すると同時に、まあ、総務大臣であったときには、1年間をかかりましたけれども、総務省関係、総務省単独でやれるものの手続き、すべての手続き、1142件について、旧、ま、氏、あ、婚姻前の氏で対応できるように変えました、それから住民基本台帳法も見ました、マイナンバー法も見ました。で あのこれも総務大臣として1、えー、つ残せたことなんですが、まあ、今でしたら住民票に、えー、戸籍の氏と旧氏、まあ、両方が表示されるようになりました、マイナンバーカードも同じです、兵器で表示されるようになりました、でその他の役所でも運転免許証ですとか、パスポートですとか、それから印鑑登録証明書、まあ、こういったものも兵器、えーえー、されるようになりました。 あと国家資格もね、あの結構な数ございますけれども、今、国家資格314のうち、給仕を使えないものはゼロになっております。ですから、それと同じように、例えば都道府県知事が出すようなあの資格もありますのでね、私が提出したような法律案がしっかりと通れば、まあ、ほとんどの不便というのは解消されると思っております。 で先般、まああの、夫婦別次制度を、えー、選択的夫婦別次制度を、えー、実現すると、まあ、おっしゃっていた候補予定者の中に、あの不動産登記ができないじゃないかと、えー、答えておられた方がいたんですが、不動産登記できます、あの今年の4月から給付でできるようになっておりますので、まあ、少しこの正しく皆様に知識を持ってもらって、 で,できるだけ多くの方が不便を感じない、その第一歩となる法律をまず成立させたいと思います、そこでまだ残る問題点があるんであれば、まあ、そこからまた議論をしなければならないと思っております、はい、それでは、手前、2列目の2番目の方。はい、トラノモニュースのですす点お伺いします、はい えっと、対中国、韓国の外交についてなんですが、えー、尖閣、竹島、あと V の問題もありますし NHK の国際放送での,、まあの中国人スタッフの不適切,言、えー、不適切な発言もありました、まあ、見え方としてはこうやりたい放題やられているとも思うんですけれどもそのあたりどのように動いていかれるかというところそしてもう一点なんですが、まあ、人付き合いという部分においてちょっと一部からマイナスな声が上がっている部分はありますけれども、まあ、それでもご自身の信条で清和会から抜けたり日本郵政グループの天下り問題にメスを入れるなど利権、まあ、とかしがらみ に対して、まあ、こう戦う姿勢、一線を引く姿勢というのは、まあ、見えてきた方か,か,かなと思うんですけれども、まあ、そのあたりの考えというのと、その考えの上での総理のあるべき姿というのをお伺いさせていただければと思いますはい、えー、まず、中国でございますけれども、やはりこれはあの隣国でございます。 で日本の安全保障にも、それからまあ資源安全保障にも大きな影響力を持つ国でございます。ですから、あのまあ、安倍総理は戦略的互恵関係という言葉を使っておられまして、まあ、中国もこれに対しては好意的だったと聞いておりますけれども。 まあ共に取り組んで解決できるようなこと、まあ、先ほど危機管理投資の中で世界共通課題と申し上げたような案件については共に取り組む、まあ、しかしながら言うべきことはしっかりというで、特に部位の設置について私がよく分からないのは、あのこれ、海洋法条約の中に、部位を撤去する条文がないから、えー、という説明を聞きました。 で私も問い合わせをしました外務省に何で撤去しないんだとだからなんか撤去する方法に関して書いたものがないからじゃあ別に禁じられてないんだったら撤去すりゃいいじゃないかというのが私の結論でございます。 あの私がそういう権限を持ちましたら、撤去をさせていただきます。あと、韓国ですが、今のユン政権とは非常にいい関係を築いていると思います。これはえ岸田総理のご尽力によること、外務大臣時代からもそうでございましたけれども、ここが非常に大きいと思っております。であのー、特に今の あの中国、そして北朝鮮、ロシア、いずれも核を持っている、えー、これがいずれも隣国であるという、まあ、世界であの最悪とも言われる安全保障環境を考えますと、まあ、日米間がしっかりと連携をしながら、ね、安全保障上の絆、まあ、これも強めていくべきだと思っております。それからまた ちょっと今私が力を入れていることの中にですね4年半ぶりにクールジャパン戦略を見直しました。アニメや ゲーム漫画も含めてまた音楽もそうなんですけれどもクリエイティブ産業ですねこれはもう日本のすごい強みだと思いますしまだもうちょっといろんな国々のニーズをこれもインテリジェンス情報力なんですがいろんなニーズを調べてそしてしっかりと世界に展開していければいいと思っております。で特にに韓韓国国つきましてはあの韓国映画とか あのお好きな方も非常に多いと思います。まあ、ちょっと長いので、何十話まで見れる根性があるかどうかえー、ってことでございます。けれどもまあ、韓国映画です。とか、あとえー、まあ、歌です。とかねあ、ミュージックです。とかまあ、それからコスメですね。まあ、そういったものもまあ大変人気があります。他方でえー、まあ。近年は韓国でも日本の音楽がま自由に放送できるようになったと。 いうことでなかなか懐かしい昭和ソングがですね、えー、韓国で今人気があるということでまあこういったことはとっても私は嬉しく思っておりますのであの協力できる分野をしっかりと、えー、深めていくとまあいうことになるかなと思っておりますで私の人付き合いでございますがこれは割と性格変わらないと思うんですがただただですねまあ総理になった場合に 官邸が風通しいと、まあ、いつでも気がついたことがあって、本当に今の政権がやっていること、正しいんかどうか、あの問題意識を持って、あの来られた方が言いたいことが言える。えー、官邸にしたいと思います。まあ、私ははっきり言って働き蜂です。夜も仕事をしています。で、飲みに行くのが苦手です。お酒は大好きですけれども、あの、いや、もともと酒飲みですけれども。 でも何かあの人と食事をしたり、お酒飲んだりしている時間があったら、仕事をしたいとか、もっと知識を得たいとか、まあ、そんなことでもうひたすら土日も含めて働くタイプでございます。ですから、いろんなこの方々の声に耳を傾ける、風通しのいい皆さんが来やすい官邸は作る、まあ、それにはしっかりと時間を割きます。し、まあ、しかし 飲み会がどんだけできるかは、ここでお約束はできません。ありがとうございま,ざいましたすみません、誠に申し訳ありませんけれども、後ほど、このあと、テレビ出演の時間が迫っておりますので、記者会見はです、ね、今後も立候補の後の記者会見、あるいはあの該当、あの討論会とございますのであの、この後の質問につきましては、後ほど先ほど申し上げましたとおりあの、出口のところであの、サイトからご質問を受け付けておりますので、 ぜひそちらの方から、申し訳ありませんけれども、ご質問いただければ、回答をさせていただきます。それでは長時間にわたりまして、記者の皆様にはご協力いただきました。本当にありがとうございました。以上で記者会見終了させていただきます。どうもありがとうございました。<laughs> <laughs> えと、でもちょっと生番組でごめんなさい。ちょっとこちらでじゃあお返しします。 あくまでもういう、おっしゃってましたけれども、家計、はい、に届く消費税減税みたいなものが考えないんでしょうか、また開解雇規制の見直しということを言っている人がいますけれども、じゃあ、じゃあ短く2点だけいいですか、はいそれで、はい、すみません、解雇、はい、規制の見直しについては、私は反対でございます。あの日本の解雇規制がです、ね、あのきつすぎるかっていったらそうじゃないんですね。 G7 で比較しても、上から4番目ぐらいの数値だったと思います。まあ、確かにその解雇をする条件というのは、あの一定程度、しっかり労働者の方々を守るという意味でございますけれども、その他の様々な指標を見ますと、あの割とまだ緩い方でございます。こののの解雇規制の必要はないいとと思っっってておりますすちょっと焦っていたのですがあ,しょあ 消費税でございますか、まあ、消費税を今すぐ、えー、引き下げるということは考えておりません、えー、あの例えばですね消費税につきましては、今後、えー、経済の状況が本当にもう、これは国なんだというような危機が来て、ですねで本当に私たちも生存に必要なものについて、もう手に入らないと、えー、みんながもうそれを買うお金もないと。 いうような状況が来たときに、まあ、弾力的な運用というのはありうる、まあ、税率を変える、場合によっては下げる、そういった弾力的な運用は過去と違って、今はできるようになりました。まあ、私が国会議員になっったばっかりのの頃っていうのは なんで単一税率なのって言ったら、いや、二重税率にしたら大変だと、とても処理できない、今の技術だったらできますよね、それからあと、まあ、消費税の導入のときにもいろんな話があったんですが、例えば食料品について、じゃあ、グラム2000円の牛肉は贅沢品なのかどうかとか、でじゃあ、着物のような贅沢品はどうするのかといろんな議論ありましたけれども、今は割と消費税っていうのは、 この経済対策としてもですね。ま、特にお困りの方をまあ救うためにもまあ弾力的に考えられるまあ、そういった税になっていると思います。まあ、今すぐ引き下げるとか変更するということは考えておりません。今の経済状況を見る限りは考えておりません。以上です。はい、どうもありがとうございました。皆様ご協力ありがとうございました。のごめんなさい。ちょっと生番組が、ええ、ございます。ごめんなさい。ええ また今後、いろんな機会、ございますので <laughs> はい、皆さん、ご協力ありがとうございました。あの持たず、作らず、持ち込ませずと、核保有、えー、に関してですね、あれは国会決議でございますで、核不拡散条約に日本は批准してますので、持たず、作らず、これは守らなければいけません。ただアメリカののの拡大抑止の元にあるのであるでれば 持ち込ませずという部分についてはどう考えるのかこれはしっかりと議論しなきゃいけないと考えております以上です、はい、ありがとうございましたはい。すみませんメディアの皆様本当に時間の制約がありまして申し訳ありませんまたあの別の機会にも記者会見と記者クラブ主催の記者会見等ございますのでまたその際にいろんなご質問を賜れれば幸いでございます、えー、出口のところに、えー 高市早苗総裁選特設サイト問い合わせコーナーの 3d あの qr コードをお配りをしております。どうぞ1人を1枚ずつお持ち帰りいただければと思います。本日は長時間にわたりまして、ご協力誠にありがとうございました。